発表会は後半の部分に参りまして、ご清聴の皆様はきっと お疲れになったと知っていましたけれど、私の発表はただの5分ですからよく集中して聞いてもらってください。よろしくお願いします。では早速ですが発表テーマに入ります。私の発表テーマは私から見た日本人の優しさで、具体的に言えば日本人の人に対する優しさと環境に対する優しさについてちょっと発表させていただきます。では始めます。婚姻は嫌のことしとよく言われますよね。で、日本で3週間を過ごした私は時間の経つのは本当に早いなと実感しました。日本に来る前に予定は山ほどありましたのに、でこの間日本人と接して話し合い、心と心の交流を通じて日本人の優しさを体で覚えるようになりました。で皆さん日本に来る前に女性専用車盲人用ボタンという言葉を耳にした目にしたことはありますか？はい、多分皆さんも私と同じそんな経験がないと思います。で初めて私はこの地を目にしたとき、私はハッとしました。で昔から人々に優しいと称えてきた日本人は本当に見えに恥じないなと感心しながら、どうして中国にそんなボタンが取り付けていないの？もしかして中国に目の不自由な人がいないんですか？あるいは目の不自由な人は日本より少ないですか？でいろいろと疑問を抱いていました。そうですね、日本に来る前に本音を言いますと、私も信号にあまり気をつけたことはありませんでした。日本に来てからも2、3回信号を気にせずに行動したことはありますが、周りの人から白い目で見られたおかげさまで、あるいは日本人のおかげで私はこの癖をやめるようになりました。ここでお礼の気持ちでいっぱいです。ところが日本人は人に優しさを持っているだけではなく、環境にも優しさを持っています。で環境と言いますと、この間皆さんと水再生センターと墨田清掃工場に行きましたよね。で今日いらっしゃった方々はご存知でしょうか？一日中一人の出すゴミ量は何キロあると思いますか？1キロ。そうですそうですね、もし人々の出されたゴミを処置しないでそのままに置いといたら、地球環境にどんな影響を与えると思いますか？さっき答えてくれましたのように、一日中一人の出すゴミ量は1キロだそうです。でもしこの出されたゴミを処置しないでそのままに置いといたら、世界60億の人の出すゴミはきっと地球を覆ってしまう。その時は地球はきっとゴミ玉になるでしょう。で地球は人間の依存している共有の家ですから、地球を守るのは人間の仕事だと思っています。で残念ながら世界人口の5分の1を示している中国人は中国ではゴミをちゃんと分離している人は片手で数えるぐらい少ないです。でそうですね、人間同士に対して優しさを持っていないのに、他のもの、植物、環境、地球には愛情を持つわけがないでしょう。で私の考えでは中国人は日本人の環境、地球に対する優しさをよく学んで日常生活の中に生かしてエコのために自分のわずかな力を尽くした方がいいんじゃないかなと思います。で以上は私の日本人の優しさから実感したことです。ご清聴ありがとうございました。